この侍忍者大王がめちゃくちゃ綺麗に強化合体されてます。皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、今回の動画はニンニンデモス杯で組み立てた忍者と侍のロボの続きになります。前回の動画で忍者カイザー中心の強化合体忍者侍カイザーについて説明しました。はい、今回はもう一つの形態侍忍者大王へ強化合体します。はい、それでは合体させます。ちなみに合体方式は前回の忍者侍カイザーと一緒で、侍大王にバラバラになった忍者カイザーが合体する方式となってます。ではまず忍者カイザーを変形させます。まず両腕の手裏剣とカッターウィングと背中の羽パーツを取ります。そして両腕を取って頭部も取ります。足を取って胴体を真っ二つにします。腕は一度メカ状態にします。そして1号メカのホムラはここからパーツを取って、後ろのこのパーツも取ります。そしてここに接続。はい、これで忍者カイザーの合体準備は完了です。では続いては侍大王。まず武器を取り外して腕のこのパーツを取ります。そして着具のパーツを一回後ろに倒します。はい、これで侍大王の合体準備は完了です。では合体させます。ではまずは足から合体させます。ちなみに合体ジョイントはここです。反対側も合体させます。あ、取れちゃった。そしてこの羽を広げてここに胴体をはめます。で倒します。反対側も同じ要領で合体させます。はい、忍者カイザーの胴体と足が下体になります。では続いては腕を合体します。合体ジョイントはこちらにあります。このように取り付けて、ここのパーツに侍大王の腕の一部を取り付けます。反対側も同じ要領で合体させます。そして左腕に忍者カイザーの胸パーツをセットします。風魔手裏剣をつけます。そして侍大王の後ろにこれを取り付けます。ちなみにジョイントはこちらです。では最後は頭部を変形させます。まず角をここまで持ってきて、忍者カイザーの羽パーツをこのように合体。そして最後はこのパーツをここにセットすれば完成。これが侍忍者大王です。はい、こちらが侍大王中心の強化合体侍忍者大王です。僕個人的に前回の忍者侍カイザーとこちらの侍忍者大王なんですけど、この侍忍者大王の方がめちゃくちゃかっこいいです。はい、全体はこのようになってます。よっとっとっと、これ回転するのめっちゃ大変なんですよね。個人的にこの侍忍者大王がめちゃくちゃ綺麗に強化合体されてます。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部がめちゃくちゃ変わってるのはこの侍忍者大王です。何がかっこいいかっていうと、忍者カイザーの左腕のカッターウィングが侍忍者大王の兜の一部になってます。僕はこの頭部が一番かっこいいと思います。そして両腕はこんな感じです。両腕に関しては前回の忍者侍カイザーと一緒で、侍大王の腕に忍者カイザーの腕が来てます。ただ唯一違うのは、右手には巨大手裏剣で、左腕には忍者カイザーの胸部パーツがついてます。ちなみにこの胸部パーツはシールドになります。そして足はこんな感じです。先ほども話した通り、忍者カイザーの胴体と足が侍忍者大王の下駄になります。でこの下駄をつけることによって、空を飛べなかった侍大王が空を飛べるようになります。はい、そして背面はこのようになってます。今回背面パーツは侍大王とほぼ変わってません。まあ、唯一違うのは忍者カイザーの頭部がついてます。ではこの侍忍者大王の可動範囲について説明します。可動範囲は腕だけです。このようにクリックで動いて、で腕がこのように回転します。でさらに拳がありますので回転したり、指が開きます。そして右腕の風魔手裏剣も回転します。ただ回転しちゃうと腕が
ちょっとだけ下がります。はい、そして武器の竜王刀を持たせるとこんな感じです。あー、やっぱね、竜王刀マジかっこいい。個人的にめちゃくちゃ鎧武者っぽくなってると思います。ちなみにこの侍忍者大王にも必殺技があるんですけど、足にジェット機がついてますので、このジェット機の威力を生かして高速で切りつける必殺技です。そうそう、言い忘れてたんですけど、今回のこの侍忍者カイザーの合体コールなんですけど、五越同州侍合体です。ちなみに忍者カイザーの場合は五越同州忍者合体です。ちなみに五越同州というのは、まあ、簡単に言えば普段は敵対してるんだけど、お互いの倒す敵が一致すれば協力するという意味です。ざっくり言えば、普段は敵だけど、まあ、今回はじゃあ力を貸そうという意味です。では最後大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あー、もう全然比べ物にならない。何体分だろう、ミニフィグ11体分はあります。あー、そうそう、今回のこの侍忍者大王なんですけど、ミニフィグは登場できません。忍者侍大王の時は登場できたんですけど、今回は登場できないです。では続いてはレゴマリオと比較するとこんな感じです。レゴマリオおおよそ7体分ですね。はい、ということでニンニンデモス祭で組み立てた侍と忍者のロボの動画はこれで最後になります。1番から4番まで全部見てくれた方ありがとうございます。僕はレゴでこういった変形合体ロボ作るのがめちゃくちゃ好きなので、今後もこういった機会があれば変形合体ロボを作ってまた紹介したいと思います。あ、そうそう、ちなみに僕が今まで作った変形合体ロボめちゃくちゃあるんですけど、最初に作ったティラノサウルスのロボとステラノドンのロボなんですけど、あれのちょっと修正版をいつか出そうと思います。ちなみにティラノサウルスとプテラノドン型のロボなんですけど、あれは3号ロボ作ってなくて2体のロボで完結となってます。今回の忍者カイザーと侍大王の動画は好評だったので、ティラノサウルスとプテラノドンのリメイク動画を出そうと思います。はい、改めまして今回の動画最後まで見てくれてありがとうございます。とりあえずニンニンデモス杯の結果はまあいつになるかは分かんないんですけど、僕の作品はぜひノミネートしてくれたら嬉しいです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。